こんにちは、速稼塾の久保です。まあ僅差ですよね。私が言えるのは、大したことではないってことですね、何もかも。で、昔ね、武士っていうのはなんか7回死ぬっていうんですか、朝起きた瞬間に自分が死ぬことを7回ぐらいこうね意識するっていうふうに言いました。武士は、武士道とは死ぬことと見つけたりと言いますけども、私もねそれに似たというわけではないんですけども、もうね今日という一日が精一杯思い通りに生きられたら、もうねそれで十分じゃないかと、まあ、あとはいつ死んでもいいよっていう風な覚悟で一日を過ごしていけば、どうかなってことなんですよね。まあ本当にね、私ね素晴らしい人生だなと。これでできれば健康で長生きしたいけども、そうじゃなかったとしてもね、3年後5年後がもしかしたら私の人生にはなかったとしても、それでも十分お釣りが来るぐらいものすごくいい人生だったなと私は思えるんですよね。まあ、そう思えるのは何でかっていうと、今日精一杯生きてるからなんですよ。やり残すことなく最大限ですよ。だからだと思うんですよ。でそう考えると、生活の中で起きていることっていうのは本当にね、生きる死ぬに比べたら小さなことかなと思います。知覧特攻隊、広島にもね、江田島海軍兵学校っていうのがあるんですけども、それから宇宙戦艦ヤマトのね、戦艦ヤマトの記念館あるんですけども、グレの海軍のところに、やっぱりこう特攻隊の遺書っていうのはね、異様な空気に包まれてますよね。当時の注意とかね、少尉とかね、そういった士官が19、20歳、22、23で特攻に行くわけじゃないですか。そして特攻に行くための訓練を受けるわけじゃないですか。そこにはどんな人生があったのかな。その方たちが書いた、私たちに残した遺書っていうのは、なんとも胸を打つと言いますかね、儚い短い人生を精一杯そこに書き留めている。特攻という結末ではあるんだけども、だけどもね、そこに無駄死になんてことは感じさせないね、まさに命の言葉が込められてるんじゃないかなと思いますね。まあ単純に比較はできませんけども、そこまで生と死を意識して私たちは生きてるかなと思うんですよ。明日があるさって曲は私はねすごく大嫌いなんですけども、明日があるさなんてことを考えてるからね、今日が粗末になるんじゃないかなと。そしてカイジの班長の言葉ではないですけども、今日だけ頑張ろうだと思うんですよ。今日頑張った者に明日が来ると。何でもかんでもね、明日があるさで人生はつかめないと思うんですよね。まあ私はそのネットビジネスで一山当てましたけども、だけどもね、一山って言ったってこんな小さな山だと私は思ってます。だからなんかね、本当に大きな出来事も小さな出来事も当然人生で起こるべく、小さなさざ波のような出来事なのかな。そういう意味で、まあ僅差じゃないですか、僅差、本当に小さな差、微差ですよね。そういうことじゃないかなっていうふうに私は思ってます。少なくとも私の人生にものすごく大きなねトラブルとか、ものすごく大きな成功とかっていうのは今のところ来てないと思ってますね。それこそ顔洗って歯磨いて、お腹空いた、食べ過ぎた、お腹痛くなった、そのぐらいのことが起きていて、天変地異みたいなね、私の人生に起きたことも言ってみれば夕立みたいなレベルのことなんじゃないかなと。だからまだまだね、これから本当に私の胸を打つような大事件っていうのは待ってるんじゃないかなと思いますけども、もしかしたら待ってないのかもしれないですね。まあこれが自分の感情に鈍感になり、人の感情に敏感になるってことではないかなと感じています。それでは行ってらっしゃい。